どうも皆さん、こんにちは。さかなです。今日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて、今日はですね、エピデミックサウンドのアップデということで、どうやらエピデミックサウンドで曲を選ぶときに、動画に適した音楽を AI がね、自動で判定して選んでくれるっていう、サービスが追加されたようなので、ちょっとそれについてご紹介していきたいと思います。さて、アップデのね、話に入る前に、エピデミックサウンドとは何ぞやっていうお話なんですけれども、ロイヤリティフリーで使える音楽サービスなんですけれども、音楽だけではなく、効果音もね、基本取り放題で、商用利用もできるということで、すごくね、使いやすいサイトなので、ぜひね、皆さん見ていただければと思います。ただね、商用利用だと、ちょっと制限がかかってくるので、趣味で、YouTube だとか映像制作している人にはすごくぴったりのサービスなので、ぜひ皆さん見てみてください。リンク下に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。はい、というわけでね、早速アップデの内容に入っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、パソコンの画面見ながらお話していきたいと思います。はい、ではエピデミックサウンドのね、画面見ながらやっていきたいと思います。まあ、これがログインした最初の画面で、まあ、こういう YouTube チャンネルっていうことで、私に合わせたね、動画が、音楽が出ているんですけれども、ここではなく、このミュージック、検索のところをまずクリックしていただいて、Search for Music Genres or Moves って書いてあるんですが、これの一番右側ですね。サウンドマッチというねボタンが出てるんで、これをクリックします。そうすると、ミュージックレコメンデーションズフォーユアビデオということで、あなたのね動画に合ったミュージックを提供してくれるということで、音楽載せてない動画を、アップロードします。まあ、サンプルっていう動画さっき作ったので、これを開くと、そうすると、サウンドマッチと出てきて、まあ、英語がずらずら書いてあるんですが、要は、この動画のどのシーンに合わせて AI が、音楽を判定しますかっていうような形になるので、左下にね、こう、停止ボタンがついているので、自分がセレクトしてほしい部分のイメージの映像で、一時停止をします。これ停止と。今回ちょっとこの川の流れに合わせた雰囲気で音楽欲しいなっていうところで、サウンドマッチをやってみたいと思います。で、ちょっと労働に時間がかかりまして、まあ左上サウンドマッチと、で、サンプルっていう動画を上げたよっていう形になってるんですが、それにね、こう雰囲気に合った、音楽っていうのがこう一覧としてずらっと並んできます。で、右下のこのちっちゃい画面ね、サウンドマッチされたものになってまして、左下の再生ボタンを押すと、音楽が、動画に組み込まれたものが再生されるので、ちょっと見てみたいと思います。はい、というわけで、今の、川のね、映像に合ったイメージっていうのがこれだよっていうことが上がってきてるんですが、この左側のね、曲一覧のところでも、それをクリックすると、またね、それが動画にはめられて流れるという形になってます。で、まあ、この辺り適当にクリックすると、まあ、イメージに合ったものが流れていると、いう形にはなりますね。で、またね、ちょっと別の、シーンのところで、音楽抽出したいというか、こう、AI にセレクトしてほしいっていう場合は、こうやってこう、このね、近くに縦棒が入ったトリミングボタンみたいのを押して、自分のイメージの、まあ、その動画の核心となる部分ですかね、の、シーンをですね、こう選んで、例えば、今回クライミングの動画なので、友人がね、こう、岩を登っている部分をメインにしてサウンドマッチを押すと、さっきとはね、また違う動画が出て、音楽が出てきて、まあ押してみると、こういう雰囲気で再生されるよっていうのが動画とすでに合致した状態で流れるっていうような形になってますね。で、またこの下のトリミングのマークを全部伸ばすと、まあ一曲丸々使って動画作った場合はこういう雰囲気になるよっていうのを試せるという形ですね。はい。まあこれがね、AI による、サウンドマッチという
エピデミックサウンドの、新しい機能になるんですけれども、まあ、使い勝手としては、まあ、悪くもないし良くもないっていうのは正直なところなんですけれども、まあ、この画面のね上でいちいちダウンロードしないで BGM をこう載せた上で、その動画にマッチするのかっていうのを試せるっていうところはすごくありがたいのかなと思います。実際ねその音楽っていうのと動画っていうのはこう合体させてみないと、いいのかどうかっていうのがちょっと分かりづらいので、まあ、いちいちダウンロードして自分の場合はこうプレミアプロに載せてタイムラインに載せて再生ボタンを押してってやるのがちょっとめんどくさいんで、この画面上でねこの曲とこの場面合うかなっていうのをその都度試せるっていうのはすごくありがたいと思うので、ぜひ皆さんもね動画のBGM 探してるときはこのサウンドマッチ試してみてください。はい、というわけでねあっという間にお話ししてしまいましたが、今回はエピデミックサウンドの新しい機能サウンドマッチについてご紹介させていただきました。今後もですね動画制作に役立つこういったエピデミックサウンドだとかの新機能の紹介だとかカメラ周りの機材の紹介だとかやっていきたいと思いますので、まあ、ちょっとでも参考になったなっていう方いられましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。